どうも、阪神情報局です。今日もタイガーソン最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが1月22日の土曜日なんですけれども、先日、矢野監督が昨シーズン物議を醸したサイン盗み疑惑について再度言及、なぜキャンプが始まろうとしているこの段階で自ら口を開いたのか、また SNS を中心にいろんな声が上がっているということで、今回の動画では矢野監督が語ったこの問題への思い、そして一連の騒動について僕自身が感じた率直な意見、この問題について動画にするのは最後です。もしよろしければ皆さんの一ブレ 級ファンとととししてののご意見いいいうのもいただけると嬉しいですでは、早速お話をしていきますが、年末にアップさせていただいた質問回答動画で、このサイン盗みについては今後何か新たな動きがない限り動画にするつもりはありませんとお伝えしました。しかし今回、矢野監督がキャンプインを前にして、あの日以来初めてこの問題について口を開きました。それを見て僕自身色々迷いもあったんですが、1タイガースファンとして、そして一プレプロ野球ファンとして、この問題について思いを述べてから新たな2022年シーズンを迎えたいと思って今回動画化させていただくことにしました。前々から視聴者の皆様に、なんでこの問題 について何も話さないんですか金村さんの言葉についてどう思いますかというコメントも多数いただいてたんですが矢野監督から何か言葉が出るまでは静観しておこうとしかし今回矢野監督本人の口からいろいろ語られたんで僕も今回お話していこうかなと思いますでは簡単に事の発端そして経緯についてです2021年7月の6日神宮でのスワローズ戦二塁ランナーの近本選手が塁上で左手を上げたり下げたりを繰り返しそれをサイン伝達と思ったスワローズベンチは近本動くなじっとしとけという風に指摘そしてサードを守っていた村上選手が違反行為じゃないかと審判にアピール。 それに矢野監督ややヘッドがやってへんわーという形で応酬その後、高津監督も出てきて試合は中断し、この一件以降、しこりが残る形になったと。そしてその問題があったがゆえに、その4日後の7月の10日、二軍戦でも相手ベンチから同じような指摘があって、両軍が言い争う事態に発展。こういった問題が立て続けに起こったために、そして後半戦、タイガース打線が一気に湿っていくタイミングと重なったがために、SNS 上ではどうしてもサイン盗み問題が事あるごとに言われ続けるようになったと。これが昨シーズンを通しての一連の流れです。で、それ以降、矢野監督はこの流れに対して口を開くことはな かったんですが、2022年のキャンプを目前としたこのタイミングですっきりした気持ちで新しいシーズンを迎えたいと口を開きました。先日リモートで12球団の監督会議が行われて、その後の取材で矢野監督自らが語り始めたと、すでに npb の結論としてやってないという判断が出たにもかかわらずです。では、矢野監督が伝えたかったことは何なのか、いくつかに分けてご説明していきますが、まずは改めてチーム全体でそんな事実はないということ。まずそれについて矢野監督のコメントですけれども、監督会議でも議題に出たことなんやけど、それは谷本球団。副社長からも強く要望というか。言ってもら ヤクルト側から見れば疑わししししい行為があり動くなとととっっったたたたのここを言てててきたことに対して自分たちも反応してしまった何かこれに関して言うことはあの時以来していなかったがもし何かやってることがあればどんな処分でも受けるし俺らは絶対にやってないということで改めてそんなことはしていないとこのコメントに対していやもうそれはそうかもしらんけど問題は村上に対しての矢野監督の態度やろうという他球団ファンの皆さんからの意見がありますよねそれは正直僕もバリバリのタイガースファンではありますがいくら熱くなったとはいえ肌から見ていていい光景かと言われるとそんなことはありません少し時間が経ってからでも 何かそのことに対してコメントがあれば、この論点での燃え方はここまで大きくならなかっただろうなと思います。直接的な論点はここではないんですが、多球団ファンから見ればそこも気になってしまう。ポイントでタイガースファンの中。でも、あそこはもう少し対処のしようがあったんじゃないかっていう声も多いです。ただ、自軍の選手を守る責任が世の監督にはある。以上、絶対にやってない。うちの選手がそんなんするわけないという思いが先走ったのかなと個人的には思ってます。まあ、あのイメージというのは今後も拭えないものに変わりないと思うんですが、そこは反省しつつも伝えたいのはサイン盗みはやってない。そんなことして勝っても誇れない。この部分です。そして。 先ほども少ししお話をした部分なんですが矢野監督は選手のことをを守るためめに今回改めて口を開いたんですねというのも少し前、オフシーズンにも関わらずこの問題が再燃したのは、金村義明さんがラジオ番組で、サンズはセカンドランナーでコースを教えてくればっかり言うらしいと発言、これによって他球団ファンからすればやっぱりかと、で、タイガースファンからすれば金村がまたなんか言うてるわと、すでに NPB でそんな事実はなかったっていう結論が出てるのに、そんなん公共の電波で言うのはおかしいやろうと様々な声が飛び交いました。僕がこの問題について個別で動画化しなかったのは、すでにタイガースの選手ではなくなったサンズ選手

してる段階、そんな中自分の知らないところで爆弾が爆発したわけですよ。矢野監督からすれば守らないといけない問題ですし、この問題を監督が黙り続けることでサンズ選手の今後にも影響が出るかもしれない。それもあって今回改めて話すという流れになったのかなと。さらに矢野監督はこの問題がずーっとやり玉に上げられ続けていることについてこういったコメントを出しています。「俺個人が責められるのはいいと思う。俺があれに対して反応してしまったわけだから。でも近本が疑われること自体がもちろんありえないことだし、それに対して反応したけど、もちろん冷静になったらわかるんだよ。でも冷静じゃない。真剣勝負の中で戦う上では」 改めて冷静じゃなかったことは反省しつつも近本選手があの動きで疑われること自体あり得ないとで僕は大前提として決してタイガースのことだけを擁護しようとは思っていません村上選手への言葉の強さはちょっと良くないよなぁと思いますし二塁ランナーの動きに対してはバッテリーは特にデリケートになりますプロはサインは一定じゃなく複雑化して吸収がバレないように伝えてるはずですがそれでも変な動きはしないのが鉄則近本選手のあの動きというのはおいじっとしとけと言われても仕方がない動きだったと今でも思ってますただ真剣勝負の中であれがサイン盗みだと疑われること自体おかしいやんかというのがや の監督の思いです。まぁ、あ、ちょっと崩してお話をしますが正直あんな動きでサイン盗みなんか小学生でもやりませんインコース構えてる時は左手上げるからねとそれ以外の時は何もしないよなんて前にも後ろにも日本中に発信されてるカメラがある中でそんなことしますかと高いレベルでずーっと野球をしてきた選手がそんなことしますかといやタイガースファンやからそういう見方になるんやろ他球団ファンからしたらサイン盗みの動きやと言われてしまうとそれまでなんですけどねただ僕も小学生の頃から野球をやってきてあんな分かりやすい動きでサインを盗んでくる人なんて一人もいませんでしたそれをプロの世界でやるなんて タイガースの選手じゃなくても思えないんで、批判の声をいただくのを覚悟の上で、僕もあの動きでサイン盗みだと思われ続けて、今後も近本選手が言われ、続けることは終わらせたいという矢野監督の言葉に賛同です。とにかく矢野監督とすればチームが言われ、続けることもそう。選手が言われ、続けることもそうし、こりをなくした状態で、2022年シーズンを迎えたいと、そのことについてこういったコメントを出しています。いつまでも言われて、選手が疑われるチームが疑われるということがない。中で、全員正々堂々と2022年を迎えたいというのがあった。どっかで俺も線を引きたい。絶対やってないというのをみんなにちゃんと宣言。 中ででで12球団でそうううやっってもう一度再確認できたたのが良かったということでこの情報が出てから、こんなん自分たちの潔白を証明してるだけで逆効果やん。今更口を開く意味なんてあったという意見も多く出てます。確かにその見方をゼロにすることはできませんし、そういう声がゼロになることはおそらくないと思います。きっと今年もタイガースが得点圏で凡退したら、サイン盗まな打たれへんねやろなぁという書き込みはきっとあるでしょう。たとえもしそうだとしても、12球団のプロ同士の中だけでも、そして分かってくれる全ての野球ファンだけにでも伝えたかったと、そして矢野監督は続けて、プロ野球ももったいないし、ファンを失望させることにもつなが サインを盗んで勝って、子供の見本になるとは全く思っていない。そんなんして勝ちたいと思ってない。npb の方からもそういうベンチ間のヤジそういうこともやめましょう。と、お互い真剣勝負の中でやってることやから、常に冷静にとかはなかなか難しいし、ちょっと感情的になることもあると思うんだけど、当たり前なことやけど、フェアプレーで戦っていきましょうというのを確認しました。ということで、皆さんはタイガースの試合だけじゃなく、最近は減ったと思いますが、ベンチ同士のヤジって結構耳にしませんか？草野球でも少年野球でもあるんですよ。野球をしたことある人なら嫌というほど耳にしてると思うんですが、僕ほんヤジが苦手なんです。味方の選手。 気楽ににすするたための声かかかけけはいいいいとととと思いますよよよよバッターー硬エラーししら味方にもう一発行くよ準備しとけよとかでも、それを相手選手に言ったり、フライが上がった時にやれ落とせとか、もうそういうのやめようやとはずっと思いながらプレイしてきました。ですので、子供たちも多く見ているプロ野球の世界で真剣勝負に反することはやめようよと、もちろん熱い試合展開の中で冷静さを書くこともあると思いますが、フェアプレイの精神を忘れずやっていきましょうということも12球団の監督会議で再確認されたみたいです。子供たちが今後もずっと憧れてくれるようなプロ野球選手、プロ野球界だったらいいなと思ってます。で、ここから個人的に、 この問題が巻き起こってからの今後についての意見というのをお話しさせていただきます。もしよろしければ、タイガースファンの方はもちろん、多球団ファンの方でもぜひご意見をお聞かせいただけると嬉しいんですが、僕は正直、今回矢野監督がキャンプ前に批判されることを覚悟の上で話してくれたのは良かったんじゃないかなと思ってます。やっぱりタイガースファンとしてすっきりした気分で、2022年シーズンを迎えたいじゃないですか。矢野監督が今回蒸し返したから、また思い出してまうやんという感想をお持ちの方もいらっしゃると思います。ただ、今回矢野監督が言葉を発したことによって、12球団の監督会議でもフェアプレーの精神をもって戦っていきましょう。と改めて。 にできた。それだけでも今回こうして再度物議を醸しつつも、矢野監督が話したというのは意味があるんじゃないかなと思ってます。去年のタイガースは強かった。間違いなく強かった。そして何より見ていて楽しい野球でした。負けたら悔しいミスが出たら残念な気持ちになる。優勝逃して方針状態になる。去年は毎日一喜一憂してましたよ。僕はそんな応援スタイルです。ですので、今年は去年以上に打って勝ってもらいましょう。ランナーがいなくても得点圏にランナーがいてもなおさらです。去年の悔しさを知るメンバーがほとんどなわけで、今年はそのリベンジを果たそうと燃えてくれてると思います。そして、あの監督も4年目。1軍の首脳陣というのは去年と同じ。 ですこれで守備力も上がって悔しさを晴らして優勝してくれたら歓喜の声一方ずるずる落ちていってしまうようだったら厳しい声も集まるでしょうそれはプロの世界ですし結果が全てなんで仕方がありませんただ今後どんな結果が待っていてもその過程を毎日皆さんと一緒に共有してこんな成長があった逆にこんなミスで負けてしまったそれを一喜一憂しながら今年も楽しんでなおかつ自覚を持って配信活動を続けていきたいなと思ってます去年の悔しさは今年優勝するためのスパイスなんだと信じてますそれに向けて今回矢野監督の中でもある程度スッキリして挑めるようになったと思うんでこの話はもうこのチャンネルでは扱いません 僕自身も思ったことをできるだけ皆さんに伝えたいと思って動画を作らせていただきました。ここまでこの動画をご視聴いただきありがとうございます。卓球団ファンの方もどれぐらい見てくださってるんでしょうね。まあ多球団ファンの方でもタイガースの情報を気になっていつも見させてもらってますという温かいコメントをいただいてます。いつもありがとうございます。今年もタイガースファンの方はもちろん卓球団ファンの皆さんも一緒に正々堂々毎日一気一勝しながらプレイキューを楽しんでいきましょう。はいということで今回の動画では矢野監督が改めて口を開いたサイン盗み騒動について、そして今後プレイキを見ていく上での僕の思いということもお話しさせていただきました。皆さんのおかげでただの 1プレー級ファンンががが運営してるチャンネルが気づけば登録者25,000人ですすよいいつも本当にありがとうございますやっぱり野球は楽しいものじゃないと一生好きでいたいんで日本の頂点に立つ NPB が最高の組織であり続けてくれることを願ってこれからも楽しんで見ていきましょうよかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいですということで以上今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいですこの動画が面白かったためになったと思っていただけた方はよかったらチャンネル登録グッドボタンを押していただけると嬉しいです皆さんのおかげでこの阪神情報局チャンネル登録者2万5千人突破いつもありがとうございます皆さんのご視聴 コメント高評価チャンネル登録が励みになってます次は目指せチャンネル登録者26,000人ということで今後とも阪神情報局何卒よろしくお願いいたしますでまた次の動画でお会いいたしましょう毎日ドラフーありがとうございました今年のタイガースは去年の悔しさをしっかり晴らしてくれると思いますタイガースファンとして誇らしい阪神タイガースでいてくれることを願って応援していきましょうでまた